ただそのやっぱ悩みとしてはなんか内部エンコーディングCT13にしたからユニコードブランチがなんか動いてないんじゃないか。ユニコードブランチって 0.97 でマージされる、まあ、すでにサブバージョンではマージされていて 0.97 からその標準になるそのブランチなんですけども、まあ、その内部で扱う文字コードは全て内部で扱う文字はユニコード文字列にしようっていうブランチでその 0.97 からは標準になるんですけども、これちょっとなんか動いてない、僕のアプリケーションで動いてない感じがあるっていう、あるいはそのさっき言ったベストプラクティスに従ってドコモと au ならシフトジスでソフトバンクなら UTF-8 っていうな応答を返すにはどうしたらいいんだろうってちょっと悩みで、単純にテンプレートからその出力にレンダリングするときに変えてやればいいのかなと思いつつも、なんかジャンゴだとセッティングスのデフォルトキャラセットみたいなパラメータで調整してる面もあるような感じなので、ちょっとどうすればいいのかなっていうのも分かんないですね。あと、まあ、一番大きな悩みは結構ドコモならばこれこれ、それ以外ならばこれこれみたいなテンプレート内で分岐をいろいろやってるんで、もう本当にテンプレートが読めなくなってきてるっていうのが結構悩みですね。まあその辺どうすればいいのかなっていうのを今後考えていかないといけないと思っています。で、絵文字の内部処理どんな感じのことやってるかっていうと、まあざっくり話していきますと、データベースとそのモデルのところではその入ってきたそのシフトジスのバイナリー、対等シフトジスのバイナリーなんですけども、それを一旦その共通コードに変換しています。で、出力時にその表示端末に合わせて共通コードから、まあ各キャリアごとのドコモと au だったらバイナリー、シフトジスのバイナリーで、ソフトバンクだったならば、エスケープシークエンスみたいな感じで返しています。で、文字列のフォームのところはですね、あのニューフォームを使用して、ジャンゴニューフォームっていう、もうニューじゃないのかもしれないですけど、ニューフォームを使用していまして、こいつらをあの1回ラップしてモバイル対応のモバイルフォームとかモバイルインプットとかテキストエリアとか絵文字フィールドとかそういったものを定義してやって、こいつから入力あの受け取った値は常にその共通コードに変換されたものであるというような感じでやっていて、まあ、アプリケーション内部はその共通コードとユニコードで通しているような感じになっています。で、ちょっとこれ見にくくてすみません。テンプレートの方はどんな感じでやってるかっていうと、いくつかテンプレートのその絵文字関連のフィルターとかタグとかを定義してるんですけれども、例えばそのフィルターでこうメッセージっていうのがあって、これ一回あの HTML 要素にエスケープしてやって絵文字ってやると、まあ共通コードからその各キャリアごとの絵文字にエンコードされた文字列を返すみたいなことをやっています。で、まあ、あのこれだけだとなんかトランスとかフィルターかませるのかなとか思ったんで、もしそのあの固定の文字列の場合には絵文字ブロックっていうのを使うと、まあ、同じことができるような感じになっていると。で、その固定の絵文字を埋め込むとき、結構そのテンプレート内にその絵文字入れちゃってもいいと思うんですけども、あのアイモドコモから出てるツールとかあるんで、それを使って入れちゃってもいいと思うんですけど、まあ、一応そのタグを定義してスマイルとかやると、まあその笑った顔の絵文字が出るようにしてみたりとか、そんな感じでやっています。で、絵文字の相互変換はその右脳に受け継がれてきたんだと思う変換テーブルを使ってやってます。で、これはですね、あの後でどっか公開してますけど、この URL であの佐藤春樹さんっていう方が書いているエントリーがあって、その対応表に基づいてやってます。ただまあその余裕ができたならば他の今言ったようなライブラリーと合わせて、まあその携帯開発のためのライブラリーみたいな感じで公開したいとは思っています。で、まあ、ここまでのところなんですけども、まあ、ジャンゴで携帯開発やってるといろいろ思うところありますなんですけども、さっきも言ったように
MTB デザインっていうのはすごくいいと思っていて、もう一回ジャンゴを使っている理由でもあるんですけども、なんかこうさっきのスレッドローカルのところに話があったように、そのリクエストスコープでのその変数みたいな概念が欠けてるような感じがしていて、その変数っていうのは常に明確に渡さなくちゃいけない、あるいはコンテキストプロセッサーとかそういったものを定義して渡さなくちゃいけないっていうような感じになっていて、その割とがっつりデザインしないとできない、なんか場当たり的なことができないとかいう感じはしていて、まあそれは利点ではあるんですけども、まあなんていうのかな、それでもやっぱりリクエストスコープっていう概念は必要だねっていう感じはしていますね。でまあここまで結構突っ走ってきてジャンゴ使ってるんですけども、もしかしたらベストな選択じゃないかもしれないなとは思っています。だからもしなんか皆さんがやられることがあったら、あえて避けることも必要かなという気はします。で次あの携帯関連をちょっと終わりにしまして、あのデータベース関連とか終わりに関してなんですけども、僕はあのジャンゴここは全く使ってなくてですね、 SQL アルケミー1本でやってます。で SQL アルケミーを選択した理由なんですけども、あのジャンゴでどうやるかではなく、データベースの設計としてどうかっていうところから考え始めることができるっていうのはすごい利点だと思ってます。っていうのもそのジャンゴの ORM ジャンゴ DB っていうのは、あの常にプライマリーキーがその人工キーであるとか、あるいはそのなんだろう、まあそういった点ですかね、そういった点がちょっとあまり好きになれなくてですね、割とちゃんとデータベースの設計があってからそこからアプリケーションの開発やりたいなと思っていたんで、まあ初めからもう SQL アルケミーで始めました。で、まあ、利点としてはですね、まあ、ORM として非常に完成度が高いのが、まあ、選択した理由なんですけども、まあ他にポイントとしてはクエリーとかトランザクションを制御しやすい、ジャンゴよりも制御しやすい、あるいは複数のデータベース接続に対応しやすいと思うので、まあ、MySQL だとマスターとスレーブで接続を分けるとか、あるいはまあ用途によっては何だろう、ログ用のデータベースと、まあ、本番用のデータベースを分けるとか、そういった対応がしやすいと思います。でじゃあ SQL アルケミーどんな感じのコードになるかっていうとですね、まあ、基本的な処理のパターンとしては、まあ、割と普通のジャンゴのコードになると思います。ただそのニューフォームズとかに用意されているその何でしたっけ、フォームフォーモデルとかフォームフォーインスタンスとかそういったメソッドは全然使えないので、まあ、自分でそのフォームの値取ってきて、それでなんか、まあ、例えばここで、プロフィールをアップデートするみたいな関数なんですけども、処理なんですけども、プロフィールからユーザー ID とフィールドの番号で取ってきて、なかったならば404返して、ポストだったらポストじゃなければ初期値を入れてフォームを作って、そうじゃなければまあフォームからバイデートしてアップデートしてリダイレクトしてみたいな感じに、まあこんな感じの流れになっています。で結構そのドライじゃない感じですけど、まあ結構いろんなところでその特殊な処理とか走ってるんで、まあドライなことを求めるよりも、まあ、とにかく開発スピード優先でいいかみたいな感じでやってます。で SQL アルケミー使ってみて、まあ、普通に使えてるんですけども、やっぱり ORM としての完成度高いんですごい非常にいいです。自然に書けると思います。で更新と挿入の時には ORM を使ってですね、読み込みは直接 SQL を書いてスピードアップを図るようなこともやってます。でこういった処理も結構割と自然に書けると思うし、SQL アルケミーはその直接 SQL 書いた結果セットからまたオブジェクトにマッピングするようなこともできるんで、まあその辺は効果的にできるかなっていう感じがしてます。であとマッパーエクステンションっていうなかなか便利な機能があってですね、これでその更新挿入削除にフックをかけたりとかできるんで、まあ、こいつ使ってちょっと全文検索の対応とかやってみようかなとか、そういったこともやってます。